はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅や動画を配信していきます。この動画ね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、先日の動画でね、骨髄移植というのにね、少し触れたんですけどもね、今回はその骨髄移植について、僕の体験をね交えてね、簡単にお話しさせてもらいます。まずなんですけどもね、昨日からね、外出時というか、ちょっと外に出る時だけでも日傘を差すようにしてます。暑いんでね。でこうね、暑いということはですね、日差しも強いということで、そうなるとですね、僕ら骨髄移植をした人間というのはですね、その日差しの強い光でね、肌やね、こう目などに、影響が出るんです。でその他、急激な温度変化に耐えれなくなってる体になってしまっていますので、体温調節っていうのがね、結構難しくなってるんですよ。でそんな僕らの体をね、変化させてしまっているのが骨髄移植というものなんですけども、本来の目的は命を助けてもらうために行うものなんです。別にね、故意にね、その体を蝕むためにするものではないんです。病気によっては、目的はそれぞれなんですけどもね、その移植をすることで細胞を再生させて病気を治すということができる治療法なんですよ。なのでね、非常に病気に有効的で、長年にわたってね、使われている方法です。日本ではね、最初の移植っていうのはですね、1963年にですね、その大阪の森宮にあるね、その当時は大阪成人病センターという名前だったんですけども、今はね、大阪国際がんセンターにね、改名されてますけどもね、そこで白血病患者が移植を行ったところですね、偶然に解熱、熱が下がってくれてですね、寛解になったという成功例がありまして、そこから全国にブワーって広がって、今は可能な限りね、行われております。そんな骨髄移植というものなんですけどもね、先日の動画でね、ちらっとね、お話ししたんですけどもね、実はね、造血幹細胞移植という大きなね、くくりの中に骨髄移植が含まれております。そしてね、その他にもですね、その2種類のね、移植方法がありまして、末梢血幹細胞移植と再帯血移植というものがあります。で骨髄移植というのはですね、健康な方から、骨髄を提供してもらって、患者さんにね、骨髄を、そのまま入れ替えて白血病などを治すというものなんです。そして次にですね、末梢血幹細胞移植というのはですね、健康な人の血液中の中にある造血幹細胞っていうのを採取して、移植するっていう方法です。ちなみにね、通常はね、普通の場合はですね、造血幹細胞っていうのはですね、その普通にこう体を通っている血液中にはね、ないんですよ。そのためね、その健康な人にね、白血球をね、こう増やす薬をね、投与した後にですね、骨髄っていうところから血液中にね、流れ出した造血幹細胞を血球成分分離装置っていうね、機械があるんですけどもね、それを使ってね、採取します。そうなんですよ、普通の体っていうか、普通のこの見えてる血管とかあるじゃないですか、そこにはね、造血幹細胞っていうのはね、ないんです。造血幹細胞っていうのは骨髄の中にあるんですよ。で、特別な薬っていうのをそのドナーさんに入れて、人工的にね、その造血幹細胞をこの血液中に出していくんですよ。その時にね、白血球もね、増えるんですよ。で、それと同時にそのね、先ほども言いました造血幹細胞が流れ出てくるんで、それをその、血球成分分離装置っていうのを、特殊な機械を使って、採取するんです。で、その採取できた血液中に流れてきてる造血幹細胞っていうのを患者さんの体に入れるという治療法なんです。そしてね、最後のね、再帯血移植というのはですね、胎児、赤ちゃんですね。赤ちゃんと母親を結ぶね、再帯とね、胎盤に含まれるね、その胎児由来の血液、これをね、再帯血っていうんですけどもね、その再帯血にですね、造血幹細胞っていうのがね、豊富に含まれていまして、でそのね、再帯血を提供してくれる
ことに同意してくれた、妊産婦お母さんがですね、それドナーとなってくれてですね、分娩後に、赤ちゃんを産んだ後にですね、採体血を採取させてもらって、その採体血中に含まれる造血幹細胞を、移植するという方法です。この3つね、これ骨髄移植、末梢血幹細胞移植、採体血移植で、この3つが造血幹細胞移植というもので、移植をする際に行われる方法です。でこの3つの方法っていうのはですね、患者さんの病気の、状態と、その時の各提供者ドナーさんの状況の都合が合うと、移植が執り行われます。しかし移植をしましょうということになったからってすぐに移植ができるもんじゃないんですよ。この移植に至るまでっていうのは壁があります。それは患者さんとドナーさんの造血幹細胞の種類が適合するかどうかという問題です。それが合うか合わないかでは移植はできないんです。なので患者さんの造血幹細胞の情報とドナーさんの造血幹細胞の情報をこう照らし合わせて適合するのかっていうのを確認しなければならないんですよ。でもそれは担当の先生や、その骨髄バンクや採体血バンクで働いている人がしてくれるので、患者さんとドナーさんは別にそういうことをする必要はないんです。その連絡適合しましたよっていう連絡を待つだけなんです。で、その待つのが時間かかるんですよ。すぐに適合しましたってなってもですね、その患者さんの病気の状態が良くなかったら、良くないから入院してるんですけども、そうじゃなくてですね、そんな中でも患者さんの、が移植できる状態じゃなかったら、その移植もできへんし、もちろんできへんしね。でドナーさんも移植するにあたっては実は1週間ぐらいは入院してもらうというのがありますので、それだけ時間を空けてもらわなければ空きませんのですよ。それが難しいんですよね。ドナーさんにも普段の生活というものがありますからね。例えばそのお仕事をされてる方とかやったら、その職場にも連絡せなあきませんし、家族にもその家を空けるよということを伝えなあきませんし、それぞれそれなりにですね、その影響が及ぶことを考えなければならないんですよ。それやし何よりもですね、そのドナーになってその細胞を提供することによってですね、その移植の処置が行われる際にですね、そのドナーさんの体にさまざまな影響が及ぶ可能性がありますので、ドナーさんの周りの人たちもすごい心配されるんです。家族の人が特に心配されるわけですよ。ほんでその患者さん側もですね、実は移植するにあたってはですね、多少たりともリスクがあるんです。それを考えて移植に踏み込むんですよ。たとえ今回のお話の移植以外であってもなんですけども、人間というのはですね、その目の前にその問題が現れたらですね、まず心が動きます。でそしてそれがプラス思考、これをすればハッピーになれるとか、絶対に良くなるぜとかっていうのであれば、その先に進むことができるんですけども、しかしながらそのなぜか人間というのは不思議なもんですぐさまマイナス思考っていうのが頭にファッと浮かび上がるんですよ。なんか嫌やなとか、これしたらめっちゃ辛くてしんどいんちゃうかな、この先に進んだらもう誰かに迷惑かかるんちゃうかなとか考えてしまうことでもうそのプラス思考やったのをマイナス思考がブワッとこう上乗せしてこの全てを塗り替えてしまうわけなんですよ。でマイナス思考の方が力が強いので、そのようなことが人間の心の中では起こってしまうんですわ。そのなんか知りませんけどそのマイナス思考っていう思考が思考力の方が人間は強いみたいなんですよ。だからそのようなことが人間の心の中で起こってしまうわけなんですが、そのようにこれらの問題がいろいろとありますので、なかなか移植が行われにくいんですよ。その最後のプラス思考マイナス思考の話に関しては人間ってつくづく不思議な生き物やなと思いますよね。でも安心してください。そのような問題にはですね、患者さんなら病院によってですけども、先生や看護師さんや、カウンセラーが相談に乗ってくれます。そのドナーさんになってくれる人もですね、その移植を行う先生とか骨髄バンクのコーディネーターさんというのがいてるんですよね。そういう人たちがちゃんと事細かく移植の中ではそれに伴う体の影響を教えてくれて、結構相談に乗ってくれます、ちゃんとね。それらを最大限に利用してもらって、するかしないかを決めてもらったらいいのでね。ほんでそれに関してなんですけどもその僕の体験談ではその頭の中にその
移植に関しての情報がね全くなかったので、医学書とかをね発行しているその出版社が出しているね、その看護師さんが看護学校で勉強するときに使う教科書とかね、あと研修医さんらが読むようなねその参考書をね、取り寄せてね買って読みまくって、それをもとに看護師、そばにいる看護師さんにバーって聞きまくってた覚えがねありますね。その移植に関してですね、この〇〇って何なんですか、〇〇をしたらどうなるんですかとかね、まあ、さらにはね実は怖いと思っていることとかね、そのまあ不安になっていることなんてね、まあ、言葉にできないじゃないですかなかなかね。でそのなんて言葉にして伝えたらいいか分からへんことをねブワーってこうとりあえず喋りまくってたんですよ。そしたらねその時の看護師さんってね黙ってね最後まで話をね聞いてくれるんですよ。僕がねそのめっちゃこういろんなことをバーって喋っててね、まあ、途中で話変わったりもするんですよ。僕もこんなね喋り倒す方やからね。でもねそれをねこう一つ一つ答えようとねその話の途中でねこのそれを割って入ってくることもねなくですね、ちゃんと最後まで話を聞いてくれてたんです。それでねちゃんとねまあその一つ一つの問いにね答えてくれてね、僕の不安をねしっかりとね取り除いてくれたんです。なんかねもうそれがねすごかったからね、なんかどっかで訓練でもしてきたんかいなってねこう思うぐらいでしたね。ほんまにびっくりしました。最後まで引いてくれて最後まで全部ちゃんとね答えてくれたんでほんますごかったですよね。まあそのようにですねその患者さんのこともドナーさんのこともね各医療機関っていうのをね考えてくれていますので、今のこれまでねその造血幹細胞移植っていうのがねしっかりとね行われてきたんでございます。なのでね、まあ、不安なことがあったりねするとね必ずねその、得意分野じゃないわ専門家にね、聞くのがね一番なんでね、何でもね専門家にねバーって聞いてみてください。そしたらねある程度はまあある程度つか、まあ、しっかりとね何でも答えてくれますんでね。といった感じでですね、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、最大血移植というね、造血幹細胞移植について簡単に僕の体験を交えながらね、お話しさせていただきました。まあ、すごく簡単に説明させてもらったんですけどもね、まあね、言葉が詰まるところもありましたけどね、途中何言ってんのかなって自分でも思うところもありましたけどもね、割と簡単にね、説明させてもらったと思うんでね、まあ、ご理解いただけたと思います。で、これでね、ご理解いただけてですね、少しでも興味を持ってもらってたらですね、ちょっとね、ネットでね、まあ、それぞれね、調べてみてください。造血幹細胞移植クリックったらね、骨髄移植スペース造血幹細胞移植クリックみたいな感じでね調べてみてください。まあ、そんな感じでね今日は以上になります。まあね人の命をね救うね行為なんでね、ぜひともね興味を持っていただきたいです。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。